はい、こちらですね、ゆか不全の不全ちゃんでございます。こんにちは、すいくんです。今日はですね、僕が飼育しているね、とある昆虫の方が、悲しい形で終わりを告げてしまいましたので、そちらの方ね、報告をして、そちらの処置の方をやっていこうと思います。それではやっていこう。はあ、はい、ということでですね、わからん、もしかしたらね、結構この子のことを好きでいてくれてる人は多くいたんじゃないかなと思うんですが、僕がね、飼育していたウカフゼンのフゼンちゃんという、ハラビロカマキリがいたんですけども、そちらのハラビロカマキリの方が、亡くなってしまいました。はい、こちらですね。この子はですね、絶対立体標本にするというふうに決めていたので、その日がね、どうしても時間が取れなかったので、もう亡くなった時点で速攻で冷凍庫に入れるために、ポリ袋の方に入れて、冷凍庫の方で、保管しておりました。先ほどね、撮影をするために出したので、ちょっとまだ曇ってますが、はい、出しましょうかね。はい、こちらですね、ゆか不全の不全ちゃんでございます。どうしてもね、もう見つけた段階の時点で結構ね、体が腐敗が進んでおりまして、そう、僕の部屋ね、温度管理をずっとしているので結構あったかいんですよね。なので見つけた段階ではね、もうかなりもう腐敗が進んでいる状態になっておりました。はい、僕が仕事から帰ってきて亡くなってたんですよね。朝行く前も一応確認はしたりするんですけど、朝起きてきてとりあえず生き物たちパーッと見て、特にフゼンちゃんはね、結構着を持って育った生き物だったので、生き物ってカマキリだったので、見てたんですけども、その日の朝は普通に生きておりまして、帰ってきたら亡くなってましたね。もしかしたらね、この動画から見始めてくださってる方もいるかもしれないので、説明をしておくと、この子はですね、僕が野外の方で2回、遭遇したカマキリになっておりまして、羽化不全を起こしてたんですね。で、1回目出会った時に、この子をね、本当は持ち帰ろうかなと思ったんですが、飼育しているカマキリの個体数が普通に、2、30匹あったので、この子を持ち帰っても、あれかなっていうのと、ウカ不全を起こして死んでしまうのも、この子を定めだろうと思ったので、持って帰らなかったんですが、2回目出会った時に、やっぱ持って帰ろうと思って、お持ち帰りをしてきました。ウカ不全を起こしておりまして、肩カマがありません。左ですね、左側のカマがなくて、羽もこのようにもうボロボロでございます。で、野外にいたメスなんですけども、この子ね、本当に頑張って、育てていたんですが、頑張ったのはこの子か。俺は頑張ったというか、餌やりをしてただけなので、はい、何度かに動画も出ていただいたんですが、ちょっとね、どうしても、卵をね、途中で産んでしまったので、それで多分ね、体力をかなり持っていかれたのかなと思います。はい。いやー、本当に悲しいね。この子の飼育のね、一応、目標が1年じゃねえや、年を越すまでのつもりだったので、年を越させることができなくて本当に残念ですね。今、12月、16とかぐらいなんですけども、撮影日が16日で、もう亡くなっちゃったのは12月10日とかですね。はい、もう、かなり早い段階で亡くなってしまいました。僕の家に来てから1ヶ月ぐらいしか生きることができなかったですね。本当に申し訳ないね。もっと長生きさせてあげたかったですけど、しゃあないですね。餌はちゃんと与えていたんですが、与えすぎもね、この子にも負荷がかかってしまうので、4日に1回ぐらいのペースで与えていたんですが、ちょっとダメでしたね。ということで、今回ね、この子、このままね、普通、昆虫や、爬虫類、生き物が死んだ場合、その哺乳類とかみたいな愛護動物とかは、埋葬といって、仮葬？埋葬すると思うんですけど、その仮葬とかすると思うんですが、昆虫はね、そういうことをしなくても、昆虫標本という形で形を残し続けることができるので、今回はこのね、ウカフゼンのフゼンちゃんのカマキリの、立体標本というふうな形で、この子を、永久に残していこうかなと思います。僕はですね、普段生放送とかもしていて、そちらの方にですね、このような感じの、立体標本と呼ばれるものを作っておりまして、すごいでしょこれ。結構かっこよくないですか？上にね、針とかも使ってなくて、はい、全く針などは使っておりません。使ってなくて、このように立ったような感じの標本を、普段から、生放送の方で作っております。はい、
まあ、この子はね、触覚ね、結構変な方向を向いてるんですが、まあ、これもこれでいいでしょうということで、この子は初号機で作ったんですが、まあ、結構ね、このようにかっこよく作ることができることを僕も分かってますので、今回はこんな感じに、浮かふぜんのふぜんちゃんの、標本の方をね、作っていこうかなと思います。僕のね、生放送とかをよく見てくださってる方だったら、まあ、見たことがあると思うんですけど、僕はこんな感じのね、マットを使って、標本を作っております。まあ、発泡スチロールとか使う方もいますが、僕はこのようなマットを使ってます。ちなみに、ここに映ってるハラビロカマキリは、威嚇をした姿の立体標本を作ってみたいなと思いまして、作ってみた試作品ですね。まあ、ちょっと標本なんで試作品って言い方は良くないかもしれませんが、とりあえず、威嚇してるハラビロカマキリの初号機になっております。そしたらまずですね、ハラビロカマキリとか、このカマキリっていうのは結構、腐敗しやすい昆虫になっておりまして、中にね、その腸とかそういうのが入ってるんですけど、まあ、内臓ですね、入ってるんですけど、その辺内臓をちゃんときれいに取り出しておかないと、まあ、腐敗して変な匂いがしたりとか、まあ、いろいろあるんですね、コバエが湧いたりとかいろいろあるので、乾燥標本っていうのを作るんですけど、まあ、そういうのが湧いたらやっぱ汚いじゃないですか。なので、今回は内臓をね、ちゃんと処理をいたしまして、そこから標本にしていこうと思います。一応生放送の方ではいつも映しているんですが、まあ、ちょっと動画の方ではね、ちょっとまあ見たくない方もいるかもしれませんし、まあちょっと一応映しません。うん、ちょっと理由はともあれ映しません。なんでかっていうと、まあ、不全茶はね、皆さん愛していただいた昆虫であったので、まあどうせなら映さない方がいいかなと思っているので、僕がね、内臓を抜く姿とか見たい方は生放送の方に来てください。最近よく生放送やってるんで、通知とかつけていただければ、わかるかなと思うんで、生放送の方に来てもらえると嬉しいです。なので、とりあえず内臓を抜いて処理するまでカットしますね。はい、ということで、下処理の方が終わりました。内臓を抜いて、お腹の中に綿を詰める作業ですね。その辺が方が終わったんですけども、まあ結構腐敗が進んでますね。お腹の中ももう結構腐ってぐちゃぐちゃでした。はい、だからもうこの辺とかもね、よく見るともう亀裂が入っておりまして、結構内臓を取ってボンドで止めてってのが大変だったんですけども、とりあえず下処理が終わったので、これをね、今から形の方を整えていこうかなと思います。僕自身もね、そんなに標本を作るのが上手い方ではないので、まあ、ちょっとおぼつかない部分があると思いますが、その優しい目で、見ていただければなと思います。ということで、出来上がった全貌はこんな感じになります。まあ、上からはこんな感じですね。横からは今から見せますね。横から見るとこんな感じですね。待ち針があるんで結構足の形とか分かりにくいところもあるかなと思いますが、こんな感じになっております。あとこう後ろ側とかも。側ですね、ここもちゃんと作りました。触覚がないのもかわいそうだね、どうしてもね。ということでこんな感じになりました。まあ不全ちゃんね、本当はもう少し長生きしてほしかったなというふうな印象だったんですが、まあ仕方がないですね。どうしてもまあ昆虫っていうのはやっぱり寿命がある生き物なので、まあ人間もそうですけどね、形あるものはいつか壊れるという、まあ、僕の母親がね、ずっと僕に教えてくれていたというか言ってくれてた言葉があって、まあ、それがあるように、形のあるものというのはいつかは死んでいったり壊れていくというのはね、もう世界の、なんか、ね、当然のことというか、もう逃れられないというかね、ものなので、まあ仕方がないかなと思っております。まあ本当はね、もっと長生きさせたかったっていうのが本音なんですが、まあ、ちょっと何を言ってもしゃがれないので、まあ、とりあえず、不全ちゃんシリーズは、もう2、3本撮りたい動画はあったんです。ですが、とりあえずここで、
終了とさせていただこうかなと思います。はい、申し訳ないです。本当にあの不全ちゃんのことをね好きでいた方とかいると思うんですが、本当にね短い間ですが不全ちゃんのことをね応援してくれたりとか頑張ってるねって言ってくれた人本当にありがとうございます。僕がね言うしかないんで僕が言いますけども、はい、まあ、これからもね昆虫の飼育動画とか昆虫採集動画また来年もねやっていこうと思うので、あとこんなね今作ったみたいにあの標本作る生放送をやってますんで、よかったらね生放送の方もぜひ遊びに来てください。チャンネル登録して、まあ、通知ボタン別に押さなくてもいいんですけど通知ボタン押しといてくれると生放送の通知が勝手に飛ぶので、まあ、そのもし来たよって方はね、まあ、生放送一回来てくれると嬉しいです。はい、ということで今回はこんな感じで終わっていきます。よかったらねチャンネル登録の方もお願いします。そしたらバイバイ。